来た来た。三文字。ごめんごめん。見回してます三文字が。はい。どうだどうだ。どうだ。どこだ。偉かったね。ね偉かったね。頑張ったね。いいのを見つけたな、ホタネマ。よいしょ。はい。どこですかね、ここは。疲れ切ってますか。疲れ切ってますね。お父さんの手をさ映すとさちっちゃいねホタネ。もう一回触ってみて。そう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 。ほら。これ三文字は。三文字の方が手が小さいもんで。本当だ。ちっちゃい。ね。そっか。俺手が大きいって初めて言われた気がする。人生の中で言われたことない。三文字。三文字。三文字先生は探検中です。こちらはね、サモハハですよ。探検です。あ、好きだね。珪藻土マット好きです。よしよし。よし。ね、そう。あ、寝れなかったのホテルで。なかなかちょこっと寝ちゃう目が覚めちゃうね。うん。部屋が綺麗かしらね、そんな狭いし、古いから。タバコ吸える。玄関のタバコ吸えるんだな、そこら辺の部屋が。うん、そうそうそう。全部ここはいいんだけど、今日僕ら香りとかになるな、ちっちゃい。お、4ドル。ん?4ドルぞ。あれホタネいつの間にかここにおるじゃん。そうそう。ホタネさん、来てる。これ知らなかったわ。3文字。ねえ。どこ？ちょっと3文字探してきて。あ、煽った。3文字さん。3文字さん。どうも、ありがとうね。ホタさん。あら、ホタさん。甘えてます。甘えホタですね。サモジ、はい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 、言ってしまわれる。あ、ホタネ先生来た。ホタネさん、すぐにお兄さんを呼んで。風が来る。あ、それあの、なんかここを開けとるときに。あの玄関のドアを開けに風がね、バーッて大変なことになるって。ドアがバーンっていってガラスが割れたとこもあるんですよね。うん、バーンと閉まっちゃって。少し利用するのに教えてもらった。ああ、ダメダメ。別に窓を開けて、受け取った時に、あそこ捨てる、玄関を開けない。あ、捨てれる。待った方がいい。うん、うん、はい、うん、
そこへ飲めるの。かわいいね、あんた。みんな帰るって。寂しいね。これのこと。また来るね。これいい。そこにはちょっと大金。サモジのカバンをサモ父が取ってます。あれ、車の鍵は。バイバイ。駐車券も。まあ言うてサモ父は明日来ますけどね。クシャンが出ちゃったみん。クシャンクシャンと。また来るね。また来るって。サモジ。さあサモジ君もいい。サモ母。いっぱい遊んでくれたもんね。うん、あ、サモジさん、もうしっかり、そう、定位置ちゃんと作ったから、いいね。みんな来たよ。じゃあ明日、明日も来てくるって。完全仲良しになった。仲良しになった。あ、首した。サモ父とはもう一人、サモ母もだいぶ慣れたよね。ね。よかったよかった。みんなに慣れてもらってね。また遊んでね。ね、また来るね。うん、今日はぐっすり寝るんだよ。いろんなとこで寝れるで。あの好きな寝床探してください。ホタネは寝ません。ホタネはずっと。ホタネはね、ずっとね、遊んでるね。ゲシゲシ。あ、これビール。大事なビール。はい、さあおじさん。おはよう。こんばんは。こんばんは。ただいま。そう、サモジ今日朝ね、うん、なんか私の顔洗った時に、キャーって来て、うん、ゴロゴロゴロって言ったもんね。抱っこしたの。ゴロゴロゴロって言った。久々に甘えてくれたと思って。朝嬉しかった。動画今何日目だ？引っ越して。3日目。3日目だね。今3日目なんですけど、ようやく。慣れてきたね。ね、慣れてきましたね。チューン。よしよし。あ、ご飯食べたかったよ、ご飯ね。あ、サモジ食べてよ。ご飯あげるよ。サモジ先生。サモジ呼んでるよ。ほら。高級メッシだよ。斜めから入りすぎない、ちょっと。ん？いや違う、サモジが。ああ、なるほど。おいしいね。ホタネさん、丸まってますか？丸まってますか。ちょっとホタネさんにフォーカスしましょうか。よいしょ。ホタネさんは昼間大暴れしてたので、今、お眠です。ここいいじゃん。そう。こうしてきて3日目ですけど、昨日ぐらいからかな、もうちょっと前ぐらいかな。うん、昨日ぐらいからここのね、ヨギボーがねお気に入りになってますね。ねえ、やっぱあの自分の匂いがするからいいだろうね。いろんなとこ行き放題だね。探検したもんね。綺麗になった。そう、昨日の夜中もホタネと2人でもうすごいかけっこしとったよ。本当、全然気づかなかった、うん、そう、サモジがね、寝てる時にやべえぐらいでもいいじゃん、よう気づかなかったね、めっちゃ音立っとったけど。マジで爆睡してた、うん、美人さん、美しイケメンさんだ。あ、いいね、いい、いいですね。いいアングルですか。キジトラ代表サモジ、はい。あ、ホタネジも起きてきました。お兄ちゃんに構ってほしい。うん、舐めといじゃん。えらいえらい。そんな狭いところ入らんでいいや。盛り方がそんな狭いところ入らんで。遊んでほしい。お兄ちゃんと落ち着いたんだから。まあと言いながら、実はサモジ君もさっきまでね爆睡してました。あ、本当。そうだよ。サモ主のデスクの上で。そう。俺のデスクの上でね、ずーっと寝てたから。かわいい。ここかな。
うん、ここ気持ちいいね。ホタネさんは刺激に敏感ですね。なんかおおとかじゃないよね。なんかこうスイッチ入っちゃったね。なんかほら。丸くなった。サノジさんの狙ってませんか。埋まってる。いった。ほら。かわいい。ぬ。渋顔。ちょっと大人になったよね、顔つきが。猫だね。ねえ。お兄ちゃん好きやね。よしよしって。お腹ポンポン。あ、サムジの横に居座り、カットインサムジ。お風呂場ですね。